中国共産党高官が4年間同棲していた愛人によって検挙されました。6月14日官僚の腐敗を暴露するサイト人民監督網の責任者で反腐敗活動家の朱瑞鳳さんが中国共産党中央書類保存官の副市長を務める韓悦氏とテレビ局のアナウンサーを務める女性の映像や写真を公表。韓氏は愛人のために4年間で1000万元を費やしたそうです。中国の反腐敗記者朱瑞鳳さんによると、人民監督網に公表した映像は、キ・エイナンという女性アナウンサーが自ら提供したものだそうです。4年前の2009年、当時22歳のこの女性は、あるテレビ局の司会者を務めていました。独身を装った中国共産党中央弁公庁法規室の副主任を務める韓悦と知り合い、同棲を始めます。韓氏が4年間で女性につぎ込んだお金は1000万元以上に上るそうです。毎天呀、早上都要给他往包里放1万块钱零花钱、并且给他买了一个奥迪 A5、德国原装进口的70万。并且在接下来的日子，他说这个车你先练练手，啊，我再给你买一个更好的车。在接下来，他就在北京的长安街保时捷中心给他买了一个白色卡宴，130万。去年年末，韓氏は中央弁公庁傘下の中央書類保存官政策法規室の副市長に昇進。しかしその後、嘘や脅迫などの手段を持って女性と別れようとしたそうです。絶望に陥った女性は復讐を誓います。季小姐啊，就到中纪委、还有中办、国家档案局各个地方去举报，都碰了壁。朱さんによると、映像は公開からわずか30分で9万回以上のアクセスがありましたが、すぐ封殺されたそうです。我昨天发出来以后，在微博发出来，我的微博全部被屏蔽。我的网站从昨天下午到现在已经封杀了5个域名，国务院新办、公安部、网络管理局都对我的网站进行了封杀屏蔽，甚至通信的运营商啊，对我网站进行黑客攻击。朱さんは女性の話を引用し、中央弁公庁の権力は大きすぎる。中国共産党の体制は。首都を絶望させるものだと示しました。新東人テレビがお伝えしました。有人说他制度专制政治的，政府与危险的，相当大一家嘛。